檜山孝之プライムタイム。このポッドキャストは先進の光学技術でさまざまな産業分野に貢献するプライムオプティクス株式会社の提供でお送りします。こんにちは、檜山孝之です。秋晴れの日が続いておりますね。でもまたね、明日あたりからちょっと天気崩れそうですね。関東の方結構寒くなるらしいですよ。風邪なんかね、ひかないように気をつけてくださいね。今日はまたですね、つれづれ名盤ラジオということで、今夜ご紹介するのは、ブランド X というバンドのモロッカンロール、1977年のアルバムです。ね、ブランド X って聞いたことありますか？ね、ジャズロックバンドなんですけどね。まあね、昔はフュージョンなんてね言われるジャンルがありましてね、フュージョンミュージックってね、言葉ねあんまり聞かなくなりましたね。あの融合とかね、何か混ざったもんっていうことなんですけどね。なんかね、フュージョンって私ねすごく嫌いな言葉なんですね。で、まあ世のフュージョン音楽ってすごく流行った時がありましてね、ちょうどね1980年代後期からちょっとバブルにかけてですかね、なんかね、その時もね、今みたいな夏フェスが結構盛んだったんですけどね、今の夏フェスって結構ねロックバンドとかね、多いんですけど、当時はね結構ねインストゥルメンタルのねフュージョンバンドがすごくねなんでか流行ってたんですね。なんかねお金の匂いがするっつうかね、なんか広告代理店の匂いがするっつうかね、まあそういうねイベントが多かったんですけどね、すっかりフュージョンという言葉が、ね、なくなったんで、私もフュージョンミュージックのね文句を言いがいはないんですけどね。まあ要するに何と何が混ざってるかというとジャズとロックなんですけどね、ジャズミュージックがどんどんその進化エネルギーを失ったって言いますかね、60年代後期に、まあ、マイルス・デイビスが、マイルス・イン・ザ・スカイというアルバムでね、まあ電子楽器と、まあ、ロックビート取り入れたあたりからね、まあ、どうもジャズがもうどん詰まりだったんじゃないかみたいな感じですね。で、まあ、ジャズはジャズでね、スタイルをどんどん確立する中でね素晴らしい音楽やってる人もいますけども、まあ、どうもねジャズは進化エネルギーその辺を失ったっていう感じだと思うんですけどね。そこで、まあ、ロックミュージックといいますかね、まあ、一つはポピュラリティの獲得だということだと思うんですけども、まあ、具体的に言うと、まあ、電子鍵盤とそれからエレクトリックベースですね、それからまあロックビート、その辺を入れた音楽がねなんかめちゃくちゃ流行ってきたんですね。もちろんね中にはね硬派なね、例えばマハビシュのオーケストラとかね、それからウェザーリポートとかね、まあ、もちろん電化マイルスもそうですけど、かなり骨のある音楽もあったんですけどね、まあ、その一方で非常に安易なねジャズミュージシャンがその自分の持ってる音楽的なテクニックを使ってね、もうロックなんか別に好きでもないのにやってるというね音楽がどんどん増えちゃって、でどうもね私その辺の音楽を聞くとねもうねイラッとするんですね。でまあね、なんかね歌なしのねバカテックカラオケみたいな音楽あるでしょう。またスーパーマーケット行ったらねトイレで流れてるみたいなね、ああいうフュージョン音楽がねもう大嫌いでね。でまあどこ行ったのかなと、そういうフュージョン音楽がね、まあ、今ねスムースジャズっていうね、もっとさらにソフトになったね電化ジャズみたいなのありますけどね、もうスムースジャズのね本当にもう世界一しょうもない音楽やなと思ってるんですけどね、まあ、あんまケチリクサクばっかりケチばっかつけてたらねいけないんで、もうちょっとポジティブな話しますけどね、まあ、アメリカでそういうこうロック寄りのジャズというかね、当時クロスオーバーという音楽もあり、ま、あの名前もありましたけどね、そういうムーブメントと同時にブリティッシュロックの本場ねイギリスでロック側の人間がジャズのねイディオムを取り入れるという動きがあったんですね。それがまあ私前回ご紹介しましたハットフィールド&ザ・ノースというのもまあそうなんですけども、まあ、ハットフィールドはどう言ったんですかね、ジャズのイディオムを使ったカンタベリーサウンドって独自の音楽を作ったって感じなんですけどね、あのアメリカ人が何をやってようか俺たちは知ったこっちゃない的な感じはありますね。それに対してねこのブランド X というグループはね非常にそのアメリカの、ね、フュージョングループに対する、ね、ライバル心むき出しというかね、ロックの本場の俺たちが、インストゥルメンタルエレクトリック音楽をやるとこうなるぞ的なね、そういうね挑戦的なね姿勢が感じられるね、そういうバンドだったんですね。でブランド X っていうグループね、名前は、なんか謎かけみたいなね、さて何でしょうみたいな感じなんですけどね、これどういうことかと言いますとね、当時そのイギリスの、まあ、ロンドン中心で活躍してたスタジオミュージシャンが集まって、
なんか面白いことやろうっていうんでスタジオに集まって、バンド名もないうちにギグを重ねていって、アルバムを作る段になってもバンド名が決まってなかったんで、ブランド X っていう名前を名乗ったと言われております。でね、メンバーがね、まあ、あんまりそう皆さん知ってる人いないと思うんですけど、唯一ね、本当に誰でも知ってるフィリップ・コリンズっていう人ね。フィリップ・コリンズというのはね、フィル・コリンズのことです。今はもうすごいね、大ヒットシンガーですよね。ジェネシスの、まあ、ドラマーであり、ピーター・ゲイブリエルが脱退してからはリードボーカリストになって、ソロアルバムもガンガンヒット飛ばしてね、もうとんでもないアルバムセールス記録したあのフィリップ・コリンズがね、ブランド X では、インストゥルメンタルアルバムで、ドラムを叩きまくってるんでね、まあ、彼ドラマーとしてもねかなりの腕前なんでね、そのドラマーとしての自分を、まあ、試すみたいなね、そういう場だったんだと思うんですけども、フィル・コリンズが参加してます。で他にね、キーボードでリーダーのロビン・ラムリーっていう人がね、これはかなりねハイテンションなピアノを弾く人でね、イギリスのフリーピアニストで、フリージャズピアニストでキース・ティペットという人がいるんですけども、まあ、その人のね直系の人らしいですね。でそのロビン・ラムリーという人が作曲とサウンド全体をコントロールすると、そういう役割ですね。それからね、非常に忘れてはならないね、イギリスを代表する素晴らしいベーシストのパーシー・ジョーンズという人がブランド X の、まあね、看板と言ってもいいんじゃないですかね。そういうベーシストです。例えばそのウェザーリポートでね、ある時期そのものすごく人気者だったし、バンドのカラーをねすごくこう前面に、出してたのがジャコ・パストリアスというねベーシストなんですけどね、ちょうどねジャコと一緒でね、ものすごく存在感のあるベースで、しかもフレットレスなんですよ。でフレットレスベーシストっていうのはね、ジャコ・パストリアス以降ねものすごくたくさんの、ベーシストが出たんですけどね、もうかなりはねほとんどと言ってもいいぐらいジャコ・パストリアスの影響を受けてるんですね。でこのパーシー・ジョーンズっていう人はね、ジャコ・パストリアスの影響はね全くではないですけどね、やっぱ違う系統のね、意識的かもしれないですけどね、違う系統のフレットレスベーシストですね。ああいうねこうビンビンとビートを刻むようなフレットレスベースじゃなくてね、もっとうねうねぐにゃぐにゃ、何弾いてるかわからんと、そういうねぐにゃぐにゃフレットレスなんですね。でそれからジャコパス以上にね、ハーモニクス奏法っていうんですけどね、ベースってすごい低い音するでしょ、それをね弦に少し指触れてね弾くとね、ピーンっていうね、ポーンっていうね高い音が出るんですよ。でそれハーモニック奏法っていうんですけどね、低い音域のベースで高い音を出すための特殊な奏法なんですけどね、それを多用するね独特のサウンドでね、パーシー・ジョーンズに唯一影響を受けてそれで成功したベーシストとしてですね、まあ、亡くなってしまいましたけど、ミック・カーンという人がいますね、元ジャパンの。彼もなかなかにユニークないいベーシストだったんですけどね、残念ながら亡くなってしまいましたけど、パーシー・ジョーンズっていうのはそれぐらいちょっと独特の人ですね。他にもですね、モーリス・パートというねパーカッションの人とか、それからジョン・グッドソウルというねギタリストがかなりサウンドの肝ですね、かなり鋭いリードも弾くし、結構ねアメリカのジャズバンドみたいな小粋なカッティングプレーを見せるというね、そういう人なんですけれども、そのブランド X が、76年にデビューしましてね、最初に出したアルバムがアンオーソドックスビヘイビア、放題が異常行為っていうんですけども、そのデビューアルバムは、ね、非常にいい出来だったんですね。で、なかなか、まあそうですね、そのこの手のインストアバンドにしてはそこそこ成功したみたいですね。でその次に出したアルバムがこのモロッカンロールというかっこいいアルバムです。なかなかねとっつきにくいジャズロックですけどね、非常にね、かっこよくて聴きやすくてね飽きないいいアルバムですんで、機会があれば聴いてみてください。今日はこの辺で、またお会いしましょう。